一切りは1969年8月9日公開の時代劇映画監督は古社英雄制作はフジテレビジョン価値プロダクション配給は大英柴良太郎の短編一切り遺蔵を参考文献にしたオリジナル作品で脚本は橋本忍が担当したこの年に劇場用映画制作に進出したフジテレビが第一作 ご用金に続いて放った第二作目で、価値プロダクション初の時代劇制作映画でもある。公開当時は、映画倫理管理委員会より、成人映画の指定を受けた。動乱の幕末を舞台に、下級武士出身ながらも軽の党を侵犯させ、人切り、異臓の名を轟かせた土佐最強の暗殺剣士、岡大蔵の反省を、土佐勤労党の党首、竹市半平太との関係を基軸に描いた。 娯楽歴史劇である。キャストは、勝新太郎、中大達也、三島由紀夫石原雄次郎といった豪華な顔ぶれで、特に本業が俳優でない三島の起用が大きな話題を呼んだ。同じく壮大なスケールの歴史劇で、同年3月に封切られた三船と郎を率いる三船プロ制作の風林火山との東西時代劇対決の様相ともなり、勝ちプロの 一切り脇根間巡邦ベスト10では県外の第14位で三船の風林火山の第10位に敗れたものの工業成績は1969年度の工業ベスト10第4位に入る大ヒットとなった。また2004年発表のオールタイムベスト10時代劇のランキングでは第51位となった。見どころはリアルな死闘の暗殺場面や豪快な盾の立ち回りで、 勝ち粉する遺像の人間臭い、喜怒哀楽や田中新兵役の三等の白身の切腹演技も好評であった。この約一年後に三島は実際に切腹しするが、自決のわずか一年前の三等の姿がたっぷりと見られる映画として貴重な資料にもなっている。公開時のジャックは、切る。切る切る問答無用でぶった切る。勝ちが切る。中台が切る。 三島が切る。雄二郎が切る。問答無用でぶった切る。である。平英は、井上義雄監督の、ジョトバク市長判旅である。人切りの主役となる、岡大蔵は、制作の価値プロダクション社長でもある、勝慎太郎が演じている。独立プロを持つ以前は、市川雷蔵と共に、勝ライスと呼ばれて、大英の二枚看板を担っていた大スターつ、慎太郎は、 映画史に残る時代劇ザトウシシリーズに代表されるように迫力満点の盾の演技で定評があり、その怪物的なアウトロー役のスケールの大きさと監督は主役を張るのに十分であった。岡田伊蔵といえば幕末の京都で土佐最強の人切りとして恐れられた冷徹な暗殺者という暗く殺気のあるイメージだが、勝慎太郎の演じる伊蔵はどこか人懐っこく感情。 表現豊かで、泥臭く人間味のある高骨感として登場する。また、伊蔵が未来に明るい希望を宿しつつ、挫折を味わい、絶望の淵から這い上がろうとする様も愛拶風に描かれ、坂本龍馬や田中新兵衛との友情や、女郎、お美の絵の女王愛なども加味された演出となっている。異臓の生涯に大きな影響を及ぼしたと佐近老島名手、竹市半兵大役には、 黒沢明監督の映画などで注目され、人間の条件で不動の地位を得て重厚な演劇人として名高い中台達也が選ばれた。中台はフジテレビ制作映画第一弾の御用金にも出演している。中台の演じる竹一は、異像とは正反対の性格の人物として登場し、前半は精錬な革命家、 物語後半は冷徹かつ非常な都の独裁者として描かれ、テロの首謀者といった趣きの演出となっている。竹市や伊蔵と同じ土佐藩出身ながらも、異なる手法で倒幕を図る坂本龍馬役には、石原雄二郎が突突と噴し、伊蔵が竹市の飼い犬となり、人切りの道を盲目的に邁進するのを時に静かに、いめ、伊蔵の苦境を救う存在として登場する。 龍馬は、竹一の冷酷さとは、交対称な温かい友愛を示す人物として演出されている。日活の大スターだった、雄二郎も、勝同様に、個人事務所の石原プロモーションを、当時すでに設立して活躍していた。伊蔵と、同じく暗殺者として生きる、人切り兵んこと薩摩藩士、田中新兵衛に起用されたのは、民兵組織。 縦の会の主催やノーベル文学賞候補として、当時注目されていた分断のスター、三島幸男であった。三島の演じる新兵衛は、さっきみなぎる人物として登場し、見事な盾や遺像との友情、突然の切腹死で鮮烈な印象を残す存在として演出されている。この、一切公開の翌年、三島自身も、縦の会同士と三島事件で壮絶な滑腹自決を遂げることとなり、 その後、人切りの価値がセンセーショナルな話題を呼ぶものとなった。岡田伊蔵を取り巻く女性には、伊蔵が憧れる高い身分の姫として演出される、姉が小路やや姫役に、新人の新城匠、伊蔵の馴染みの女郎役には、小竹歌劇団出身で2年前に映画デビューした、倍賞三子が花を添えている。上夫を見のは、伊蔵の心身ともに、身近な存在として登場し、 セミヌードになっている賠償はこの貧しい女郎を体当たりで講演し注目されることになった。作品導入部の土砂降りの雨の中で土佐金納党3名に襲われる土佐藩失政、吉田東洋役にはベテラン俳優の辰巳隆太郎が敗され、血泥まみれの死闘の末の壮絶な殺され方をする東洋暗殺事件は 目撃者の伊蔵が、俺なら、もっと手際よくやれると歯がゆく重い暗殺者として、目覚める場面として演出されている。また、伊蔵が、浪人狩りで入れられた、六角楼の中の早くには、人気お笑いコンビのコント55号の二人が、異色キャストとして宣伝ポスターやチラシなどでクレジット、されている。コント55号は、人切りと同年公開の映画、 コント55号人類の大弱点に主演しているが、この喜劇映画は1969年度のキネマ、順法工業ベスト展第9位となっている。人切りの参考文献となった、芝良太郎の短編小説、人切り依存は、芝が昭和30年代後半から連作で書いた、幕末物の暗殺小説の一つで、土佐の歴史と風土を踏まえた作品となっている。 人霧遺像では、土佐藩の足軽の子として生まれ貧しい下級武士から、這い上がるため懸命になり、幕末動乱期に、人霧としてしか生きられなかった、不幸な岡大像の短く、悲劇的な生涯を、死であった、竹市半平太との関係を軸にして描いている。芝は、人霧、遺像の中で、不幸な男遺像が何の抵抗もなく、人霧を重ねる姿について、 遺像が強人でないとすれば、この時代が生み出した、奇刑事と言って良い年、すさまじい剣術の腕を身につけた、強剣の遺像を操縦して、純剣にする竹市については、本来、人気な君子人として知られた男と紹介し、竹市の高潔な人柄や、竹市の邪魔となる人物を黙々と忖度して、切っていく遺像の真理を丹念に追うのと同時に、その遺像の、 無知な人切りぶりを嫌い始め、足軽の出で無教養内臓への竹市の感情の移ろいも描いている。この人切り、臓を発表した前後から芝の独自の文学感や歴史小説スタイルが確立されていったが、芝は生と並んで永遠に不可解なものである権力という男がその人生を当然噛み込ませてゆかざるを得ないものを自身の作品テーマにし、 その男から生まれてくる志というものを冷徹に見つめて描くことを心情としていた。小説を書くという作業は自分自身の中にある普遍的人間が歴然と住んでいて、それがいかに奇妙な心理や行動を表現しようとも本来普遍性から外れることがないという、いわば証明不要の行為のようなものを信ずる以外に書けるものではない。男は一個の妙。 無数の権力もしくは、権力現象に身を委ねたり、その虜になり、他に害を与えたり、あるいは害を受けたり、時にはそれを得ることによって、何事かの自己表現を遂げようと、悪性セクし、それがために生死する。志とは単に権力思考へのエネルギーに、刑事上的体裁を与えたに過ぎない場合もあるが、それは、 それなりに面白く、さらにはいかなる志であっても、志は男が自己表現をするための主題であり、時には物境にさせる種でもあるらしい。芝良太郎、自分の作品についていわば、人切り異常における遺常は、竹市という男の権力の虜になり、人切りになった遺常は自己表現を遂げようとアクセクし、それゆえに生死し、人切りは遺常の屈折した、 志差であり、自己表現をするための主題でもあった。そして芝は、時代の中で、悲劇的な宿命を生きた、不幸な男、遺存の生涯にある人間の悲しい性分も見つめ、描いている。そうした芝の快楽を受けて、橋本忍が手掛けた映画、人切りの脚本では、遺存と竹市の関係性や、やがて遺存が竹市に像を感じていき人間的に、目覚めていく過程は、 共通し、最後に、それまでの諸行を告白するという点は同じであるが、映画では、伊蔵と竹一の心理は単純化され、竹市は、最初から伊蔵を利用する道具としてみなしている、設定である。また、映画では、最後、伊蔵は入浪中ではなく、小屋で無意に暮らしているところに、竹一の差し金の読書を飲んで辛くも助かり自ら、高知上に自白に出向いていく流れになっている。 小説冒頭部での遺像が、竹市の道場に入門を許されるに至るエピソード、などの竹市を死と仰ぐようになった出会いの権威は、映画では省かれ、かつ回収の護衛をする場面も、映画では、石部塾の大転中の後のこととして脚色されている。さらに、ストーリー展開上で必要なエピソードや暗殺事件などを生かしつつも、新たに肉付けした要素が多くなっており、映画、人切りは、 オリジナルの物語の様相となっている。人物造形的には野性的で涙もろい像は小説でもそうであるが、竹市の人物像は小説とは微妙に異なり、映画では非常で徹底したエゴイストとして脚色されている。橋本の脚色では公開当時の1960年代後半の世相が加味され、全教頭などの震災欲の学生運動が、 吹き荒れていた時代潮流を見据えた一種の革命演奏風に仕立てられ、竹市が牢内で味る場面が橋本の独創として加えられている。橋本の脚本をもとに俳優の演技指導をした五者英雄監督は、その竹市に利用された挙句に捨てられ破滅的最後を迎える遺像について、権力闘争の中で使い捨てられた男の話、暗殺しかできない極めて荒削りが、 むき出しな男の愚かであればあるだけの悲しさを描きたいと演出意図を語り、かつ慎太郎の遺蔵は御者自身の分身でもあると述べている。僕は岡田遺蔵そのものを自分の分身のように描こうと思ったわけです。岡田遺蔵的なものの中には自分の秩部に刺さるようなものがある。今まで40年間生きてきた自分の生き方の傷やあるいはコンプレックスや自意識を チクチクさすものがありますからね。それで一応ああいう作品ができました。それがある面では今度の作品における僕の心情的なものの積み重ねの印になっている。五者英雄映画は誰のためになぜ作られるのか凍結な一匹狼を自負しつつもその実態は結局組織から離れることはできず自身の惨めさや 情けなさを味わう伊蔵の姿を随所に描くことが映画の演出意図であり、またそこに自身を重ねて描くことが五社監督の主題でもあった小説、人切り伊蔵では、坂本龍馬はエピソード的に短く登場し、薩摩藩の人切り、田中新兵衛も名前が出てくるだけであるが、映画では彼らと伊蔵との交流が多分に加えられている。また小説でも、 映画でも伊蔵が主食を好んだことになっているが、映画で伊蔵との関係性が濃密に描かれている、幽閣の女郎おみのや、姉が孔子コーチの妹の綾姫なども小説には登場しない人物である。さらに、橋本の脚本では、小説、一切り伊蔵で少ししか触れられていない、姉が孔子コーチの暗殺エピソードをクローズアップし、歴史の中日では暗殺犯の真相は不明である。 ものの、竹市が異像に命じたこととして、独自解釈の脚色がなされ、作望家、革命家としての竹市の一面を強調させている。また、姉が工事暗殺の権威をかけられた、田中新兵衛の切腹場面も、具体的な見どころとして加えられている。当時、業績が好調だった、富士テレビジョンは1969年に新事業の映画制作に乗り出し、 富士テレビの株主であった東方、大英、小畜の三社と一本ずつ映画を制作するという案が出ていたが協定の中で各会社は二の足を踏み配給という方式で系列会社と組んだ富士テレビと提携するという形を取ることに決まった。1969年5月17日に公開された富士テレビ制作映画第一弾のご用金は 東方の系列会社の東京映画と組んで初めて映画制作した作品で配給は東方となった。監督はフジテレビの五社英雄が担当し、俳優陣は中台達也、丹波哲郎、中村金之助、夏谷義佐西村明といった面々が主導のチャンバラを繰り広げるスペクタクル時代劇であった。このご用金は多くの観客を集め大ヒット作となった。 フジテレビは立て続けに映画第2弾の企画を進め、勝新太郎を率いる勝ちプロダクションと組んで、次もさらに豪華な時代劇を制作することにした。この当時、従来のメジャー映画会社は衰退に向かっていて、大スターが相次いで独立プロダクションを起こし対策映画を手掛けるようになっていた。勝新太郎も自分が思い描く通りの映画を作りたく。 マンネリの人気シリーズばかりに主演する状況に不満を持って独立していた。そんな価値にとって、フジテレビの潤沢な予算は渡りに船であった。かつて価値が所属した老舗の大英も他の会社同様に経営危機に追い込まれていて、制作予算が多く取れないのが現状であった。しかし、旧知の間柄の価値とともに、豊富な資金を持つフジテレビと提携することで、 通常の3倍の予算が組まれることになり、3社ともども力を注ぐ作品として企画が進んでいった。富士テレビ制作第2作目は、5社英雄が、ご用金に続いて、監督を担当することになった。5社英雄は、テレビ出身の映画監督第1号で、テレビ時代劇、3匹の侍などの凄まじいリアルな、盾の演出で再起を見せ、ご用金でも危険な岩場や、 海の中、大雪原の中でのチャンバラ決闘の面白さで注目されていた監督であった。脚本は橋本忍が担当し、柴良太郎の短編、人切り、遺蔵を参考文献にしてオリジナルのシナリオを作ることになった。橋本は黒沢明監督の羅生門が脚本家デビュー作で生きる七人の侍など多くの黒沢映画に参加し、 黒沢組を離れた後も、真昼の暗黒、ゼロの焦点、切腹、日本の一番長い日、白い巨頭など数々の大作を手掛けて、緊密で、論理的な構成力の脚本で定評のある一流脚本家であった。人切りでは、三島幸男の田中新兵役が大きな目玉となったが、三島がこの映画に出演することになったきっかけとしては、三島の自主制作映画、 勇告を見ていた五社英雄が思いつき、橋本忍も賛同した経緯があり、五社が直接三島邸を訪問して正式依頼した。岡田伊蔵は勝新太郎と決まったが、田中新兵衛の役を誰にするかが問題になった。勝新太郎と互角に渡り合えて、なおかつ田中新兵衛は大変口数が少ない男で、体全体から殺気がほとばしっていなくてはいけない。 散々探した挙句、三島幸夫さんに白羽の矢を当てた。客色の橋本忍さんにそのことを言うと、これは全く名キャストだと喜んでくれた。五者英雄、演出家の飯シカ最初に三島の側に話を持って行ったのは、勝ちプロ制作第一作目に力を入れていた勝慎太郎であった。勝は、大英の企画部長の藤井弘明のところにやってきて、 ちょっと頼みがあるんだけどさ、三島さんに出てもらえないと、一切りぬ田中新兵衛を、三島さんにやってほしいと切り出した。藤井は三島が、カラッカゼ野郎で主役を演じて、以来、遊国の映画制作にも携わり、三島のマネージャー的な存在になっていた。勝ちから依頼された瞬間、藤井は三島が、絶対一発で引き受けると確信していたが、マサルさん、それはわかんないよと、 もったいつけ、勝ちが、さらに頼み込むのを待ってから、じゃあ話してくるからねと応じた。そしてその依頼の件を3頭に話すと、案の定三島は間髪入れず、俺やるよ、この田中新兵衛なら、絶対やる。と即答であった。五社監督が正式依頼に三島邸を訪問した際にも、三島は嬉しさを隠しきれない様子であった。そんな、三島の様子は、 すぐにでも引き受けたいような、まるでガキ大将に、近藤勇の役を持っていったような風で、とても正直な、子供のように無邪気な感じだったと五者監督は、振り返っている。三島は、私は、時代劇ってものはやったことがないけど、カツラは乗るかねと、ニコニコしながら、すでに気持ちは決まっていたにもかかわらず、それでも、一応もったいつけた様子で、 ともかく明日中に返事をしますと五社を見送った。しかし三島は我慢できずその日の晩すぐに五社に電話を入れ、ぜひ出させてくれと引き受けた。何故私に幕末の資格、薩摩侍の田中新兵衛の役が振られたか、多分、下手な剣道をやっつていて侍イメージを売り込んでいたり、テロリズムを来参しているように世間から思われていたり、また、私を使えば、その分の宣伝費は、 ただで済むと計算されていたり、いろいろの理由があるだらうが、ものを選ぶというのは、最終的には、総合的判断である。総合的判断とは、非合理的なものである。そういう課税にして、私の知らないところで、そういう相談が進んでいた、ということが、そして私の知的な部分なんかは全然考慮の外に置かれたということが、私を嬉しがらせたことは相当なものだつった。 それはともかく、橋本忍氏の優れたシナリオの中でも、ろくに性格描写もされておらず、ただやたらに人を残つたまつ、え、面倒臭いとばかりに、突然の謎の実決を遂げる、この先導上りの単細胞のテロリストは、私の気に入った。三島幸を人斬り、田中新兵衛に奮して、当時三党は、盾の会を率いての自衛隊体験入隊や、剣道、空手、 いやよいこし自らの思想や美学を実践している有限実行ぶりが若者の間で人気となりスーパーアイドル的な存在であった。作家活動だけでないそうした数々の行動ぶりがどこか幕末の詩とも共通する危険な雰囲気をはらんでいた。三島が様々なエッセイ評論を投稿していた雑誌平凡パンチでは読者の人気投票で 三船敏郎を720票差で抑えて19,590得票し、ミスター・ダンディの第一位に輝いていた。次に、読者投票が行われたミスター・インターナショナルでは、第1位のフランスなど、ゴール大統領に次いで、三島は第2位に選ばれた。当時雑誌などの日本のマスコミから、スーパースターと最初に書かれた有名人が三島だった。 準主役の配役も決まり、1969年4月25日に映画制作の記者会見が開かれた。五者英雄監督らと共に、勝慎太郎と三島幸男が列席し、衣装合わせも兼ねて三頭は、曲げ姿の侍の風体で臨んだ。プロデューサーの方向、今日を次は三頭を配役した理由を、勝ち、中台、石原はいずれも、個性の強い役者、 これに対抗できる人と考えた末に思い切って三島氏に頼んだと語った。三島が時代劇に映画出演するということが大いに注目され、各スポーツ新聞は三島の写真も入れ、週刊誌もグラビアでそれを大きく報じた。時代劇ことに幕末ものは好きだが、自分がまさか時代劇に出演することに倣うとは想像もしていなかった。初めてカツラをつけ、 大将を腰に刺しても、剣道や居合の道場の延長で、少しも違和感を感じなかった。第一、私自身、人から見れば漫画だらうが、幕末の勤労の死士の心境で、毎日をそうつているのだから、その生活感情がそのまま画面に出ればいいのだと思った。三島由紀夫、人切り出演の記号団を持っていた、三島の剣道は、警視庁剣道の北新一刀流で、 1965年からは、真剣で居合も習い、1966年3月からは、皇居内の最年間道場に通っていた。会見で三島は、薩摩侍の役作りのため、新たに、鹿児島の次元流を学ぶ意気込みを見せた。この1969年の夏は、三島原作の戯曲、我が友、ヒットラー。 佐渡公爵夫人などの再演やライオンのテーラスの話題とともに、この映画、一切り出演のことで演劇界は、ちょっとした三島ブームとなり、マスコミの芸能欄を賑わしていた。役作りのために、三島が御社監督に、テロリストの芝居は何ですか一番気をつけることは、何ですかと尋ねると、テロリストとしたら一種の狂気地見たあなたの目だ、目のエネルギーだ、どう見ても、 あなたの顔の骨葬は犯罪者だと答えた。三島はそれを聞くと高笑いし違う社会の人と付き合うと思わぬことを言われますねと五社監督に信頼を置くようになった。人切りの撮影は大影響と撮影所で5月16日にクランクインした。五社英雄監督が初めて撮影所に来て最初に入ったセットは第5ステージだった。 時代劇映画の保守本流とも言える大英には、芸術的感性を持つ一流のスタッフ陣が揃っていた。大英京都撮影所で撮影された作品には、羅生門、源氏物語、右月物語、三章大部、地獄門など海外からも高評価された数々の名作があり、ザトウシリーズ、眠り京四郎シリーズなどの人気時代劇も生み出され、美術の二周回をしぶ、 カメラの森田藤郎など、この大英で技術を磨いてきた若手、中堅技術者が、テレビ出身の五社英雄と、初めて対面した。その初日に、吉田東洋を奮する、辰巳龍太郎が、土砂降りの雨の中、襲撃される、壮絶なシーンが撮影された。四角たちとの死闘の中、血泥まみれになりながらも、刀を構え直す東洋の戦いぶりと断末間の、シーンは、五社と、 大英スタッフとの初めての仕事であった。それまでの大英映画の時代劇では、様式美を重んじた盾が主であったが、テレビ出身の五社の演出は、リアルな殺人シーンが心情であった。大英スタッフたちは初めて見た五社の刺激的で、迫力のある演出に圧倒され一目置くようになった。一方、五社の方も、テレビとは違う大英の美術の素晴らしさに感単した。 美術の西岡は通常の撮影であればプラスチックやカップポックでできた偽物の石を使用するところを土砂降りの雨が石畳の坂道で跳ね返って激しく水しぶきが立つ効果にこだわり電車席を何十トンもセットに運び入れ本物の石畳を作ったこの本物の石により跳ね返った雨がさらにずぶぬれ感を増し暗殺シーンに大きな臨場感が出た 五社はテレビの三匹の侍で時代劇に新しい風を吹き込み、俳優の剣さきに独自の再起を見せていたが、大英の大セットや美術のレベルの高さと相まってよりダイナミックな演出ができるようになった。具体的にはロケ班から始めたのですが、ポイントを抑えているし、実際の撮影に入り、俳優に芝居をさせる段になると、殺人は抜群にうまい。 大英時代劇の代表的な監督である、三住監督の盾は、様式美を重視しましたが、五社監督は、正反対です。例えば、超鎮越しにぐさっと刺すとか、リアルな盾を重んじて、これまでの大英にはないものでした。西岡義信、映画美術とは何かこうした大英スタッフと五社監督とのマッチングにより、クオリティ高くスケールの大きな映像が、撮影可能となった。 かつて五社は映画監督を目指して映画会社各社の入社試験を受けたが全部不合格となりどうしても諦めきれず大英社長の長田正一の自宅までに日産し恋続けたが採用されなかったこともあった五社は人切りで大英京都撮影所入りした時大英所属の各監督らに挨拶をして回っていたがその際ほとんどの監督がお前にちゃんと撮れるのかと言った 尊大な態度であった。その時に、きちんと挨拶して接してくれたのが、田中徳造と、三隅健治の二人だった。田中徳造は、頑張って撮影し、いや、なんかあったら言うてくださいと明るく応対し、次の三隅も、おっさん、監督はな、どない言われてもかまへんけどな、出来上がったもんが勝負やからな、ええー、のん取らんとあかんでと助言した。五者は、この二人の言葉によって、 初日のセットに入りの気分が楽になり、思うように撮影に臨むことができた。初日の大エーススタッフたちを虜にした五社監督の演出の本領が見られるのは、物語の導入部の吉田東洋の暗殺シーンで、あるが、この青酸な殺しの現場を目にした遺像が、人切りの本能に目覚める、最も重要な場面の一つとなっている。土佐藩失吉田に憤するのは、 辰巳龍太郎で、従者と共に、土砂降りの夜道を歩いているところを突然と現れた、四角に襲われるという長丁場の死闘は、まず不意打ちにあった従者が血しぶきを上げて切り殺される、ところから始まる。暗闇の中、三人の四角に取り囲まれた、吉田東洋は、絶叫してかかってくる彼らの刀を払いのけ、水たまりの泥まみれにのたうち回り体ごと切りかかる三人の、 刀に応戦していくが、やがて二人がかりの刀が力づくで東洋の首に押し当てられ、ギリギリと食い込んで押し切られていく残酷な場面となり、それでも東洋は必死でそれを脱して血まみれで刀を構え直すが、やがて息絶えていくという壮絶な演出となっている。こうした最後まで生きようともがく吉田東洋を演出し、リアルな死闘を描く御者監督は、痛みの伝わる殺人を目指し、 切る側や切られる側の苦悶が観客にも伝わるような迫力のあるアクションが心情であった。受けた刀の上からゴリゴリと押し切ってしまう盾はこの作品で初めて試みた。人切りは衝撃的な迫力を盾に盛り込むだけでなく、テロリズムの狂気を盾の上に具現したつもりだ。殺人は型である。これまで正義であるとか、憎悪、怨念であるとか、対決であるとかが、 立ち回りの上に表されてきた。しかし、人切りは肩を無視した。実践的な壮絶さを狙った。人と人とが殺し合うときに、流儀とか憲法とかなんてないと思いますよ。野獣のように、それこそ、相手の喉笛に食らいついても、勝つという動物的本能だけだと思う。その凄まじさを出したかった。五者英雄、週刊産経記事6月5日には、田中新兵憤する。 三島幸雄が飲みや、お滝の店に初めて登場し、変節官として切るつもりでいる、坂本龍馬奮する、石原雄二郎と鉢合わせして、自己紹介のセリフを言った後、岡田伊蔵の勝新太郎と対座するシーンの撮影が行われた。伊蔵と新兵という二人の、一きりが対話する、このシーンは、三島にとって、初日の撮影であった。店の出入り口で伊蔵とでくわした新兵が、 お出かけと声をかけるセリフには、お前らはこれから人を切りに行くのかい俺はもう切ってきたぞというような人切りとしての、ライバル心が原価に秘められたセリフであった。しかし、素人役者の三党は好調し、そのセリフを模写監督の意図したようにうまく言えず、NG が何度も出た。立ち回りの撮影が一番楽しみで、本当はここから入りたかったのに、スケジュールの都合で、 おたきの店のセリフ場面からなので、内心これは、こんちたことだと思った。撮影に慣れないで、いきなり登場場面のセリフから入るということは、役者として大きな負担である。三島由紀夫、一切り出演のき五社監督は、三島が侍の衣装をつけているから、力が入って、硬くなるのだと考え、一度普段着になってもらって、ほぐれた状態でテストをすると案の定うまくいった。 そこで、改めて衣装に着替えてもらってから、同じように撮影すると、三島のセリフがうまくいき、OK となった。三島が茶碗で冷や酒を、ぐいと飲むシーンでは、事前の稽古で、かつ慎太郎が三等に、同じペースで飲むのでなく、ぐっと飲んだり、ちびりと飲んだり、調子を変えると、セリフもでいいですよと、飲み方を手に取って教え、三島も、うん、うんと頷いていた。しかし、 用意、スタートという本番の合図がいざかかると、三島は緊張してとっくりを持つ手が、ぷるっと震えてしまったために、NG が出てしまった。すると、勝ちは五社監督に、もう一遍取るのは勝手だけど、今のやつ、OK にしとけ、たった今、一切ってきたばかりのやつが、そんな平然としてられるかと言った。勝ちは、三島の緊張しながらの演技に、 プロの役者ではどうしても出せないリアリティがあったと感じ、自分が人切りし兵衛だと思ったら、もう人切りし兵衛なんだ。監督がとやかく言ったら、冗談じゃない、俺は人切りし兵衛だと言ってやれと三島を励ました。また勝ちは、三島さんは想像力がたくましいからぐーっと力が入っていくが、本番では水割り演技でいいんですよと助言をした勝ちの助言も、あって、三島は、 セリフの多い初登場シーンを石原裕二郎と互角に演じ切り、さっきのある存在感を見せた。OK が出た後も三島はもう一度取り直しを希望しうまくいった。それでも三島自身は何度も首をかしげ納得がいかない様子であったが、無事に初日の撮影を終え、かつ慎太郎がこんなに親切な男とは思いもしなかったよと取材陣のインタビューに答えた。 人りの中盤に、人り伊蔵という名声に増長する伊蔵の暗殺の、鞭ぶりをうとんだ竹市が、大見国石部塾で、襲撃計画している、大天中から伊蔵を外して、土佐、薩摩、長州の三半合同の死士の四角団が、石部塾に向けて出発する場面があるが、そのことを知ったすっぱだかの伊蔵が慌てふためき、ふんどしを占めるや、 稲や、反乱のままでまっしぐらに駆け出していくシーンは大きな見せどころとなっている。京都の町から野山を越えて、石部塾までのキュウリ1丁を伊蔵がひたすら駆けるシーンは、数分ほど続くが、竹市の飼い犬である伊蔵の冷やを醸し出すため、五社監督は、勝ちに、ここはハーハー言いながら、悲しく駆け出してくれと要望を出した。伊蔵は、非常に動物的な人間で、 どこかにやはり、俺はこんなに一生懸命駆け出しながら、いつか捨てられる。いつか、そうなるんだということを感じているんじゃないか、という気がする。だけど、今はとにかく駆け出している、というやりきれなさ。それが爆発した時に、パチンと人をぶった切る。そういうものを、僕は、あの人に塗り込めたかったわけです。ご謝恵優、映画は、 誰のためになぜ作られるのか撮影はトラックにカメラを乗せて走る価値のすぐ後ろを追っていくというアングルで観客と異常の目線を重ね臨場感を出すというものであった。この全力疾走の撮影日の前夜、価値は深酒をし二日酔い状態で歩くのさえも難儀であった。しかし後社監督は容赦せず、価値は途中で休憩も入れられないまま必死に走り抜けた。 もしも勝ちがつまずき転んでしまったら、第三次にもなりかねない撮影であった。途中で休んでいいって言うんだけど、カットがかからない、とにかく走ってなくちゃならない、どこまで走りゃいいんだ。歩くのもダメなのに走らなけりゃ、引かれちゃうんだから。勝新太郎、武士道とは、生きることと見たり、岡大蔵を奮する、勝新太郎の全力疾走の後の大きな見せどころと、 なる石部塾での襲撃場面での盾の立ち回りの撮影は6月15日に行われた。この大見国の暗殺事件は、安政の大国で倒れた死士に報いるために、土佐、薩摩、長州の三藩連合25名で結成された四角団による天中である。彼らが狙ったのは、御用飯の名目で、江戸に引き上げようとした、京都東町、西町奉行所のよりき4名であった。 竹市半平太はこの四角段から遺像を外すが、彼らの出発を知った遺像が京都から石部塾までの九里十三町を走り抜け、決闘の最中に間に合って、土佐の岡大蔵だと怒鳴りながら切り込んでいくという、映画ならではの豪快な演出であった。この三藩連合には、薩摩侍、田中新兵衛も参加し、鮮やかな剣裁きを見せる場面である。この殺人の立ち回りの撮影のため、 田中新兵衛の役の三島幸男は、鹿児島の第十一代宗家師範、東郷重正と弟子の浜田一郎を東京に招き入れ、5月16日に、調布市の大英東京撮影所で、薩摩次元流の稽古をつけてもらっていた。喧嘩憲法のような攻めの剣術である、次元流の基本技を覚えた三島は、逆発想の構えから、瞬時の二人斬りを披露した。三島の刃斬りは、 大英プロデューサーの藤井弘明や勝慎太郎も驚くほどの上達ぶりであった。真剣を素早く抜いて、また収める早技を披露した、三島のうまさに勝ちは舌を巻いた。居合がうまかったですね。一切りの時、京都に行きましてね、真剣でやるんですよ。パッと抜いてさっと鞘に入れるんですが、うまいですね。勝慎太郎と二人で見ていて驚いてしまった。勝ちなんか。 とてもできないでしょうけど、あの座頭市でもね。藤井弘明、あの人はもういないこうして、撮影前に、セットの片隅などで真剣で居合の練習をしていた。三島が、真剣を使いたいと言ったため、切られ役の役者たちは驚き、えーと、どよめきの声を上げた。五社監督は、わかりましたと言い、三島が一人で構えている時だけ真剣を使うことを、了承して、 絡みの時はさすがに避けたという。この石部塾の殺人シーンの撮影には、三島は、洋子夫人や親しい友人たちを、京都撮影所に呼んで見学させていた。三島はこのシーンが気に入って何度もリハーサルをやりたがり、本番でも御社監督が OK を出しても、三島は、頼むからもう一度やらせてくれと希望し、OK だからいいですよと御社が答えても強く頼み、これが誰々だ。 これが奴だと思いながら切ってると、実に爽快だよと言っていた。切られ役の殺人役者たちは、プロの俳優とは違う三頭の体から発せられる、本物の殺気を感じ取り怖がっていたという。実際に三島と絡んだ立石たちは腹ごてをしていたにも、かかわらず怪我をした。五者監督は、後年、三島さんは、あの時、持っていたうつうつとした怒りを発散させていたのでは、 ないかと実会している。驚いたのは、カラミがみんな怪我をしたということだ。腹ごてを当てて、刀が当たっても痛くないようにしているから、素人の人などがいくら当たっても、立ち先が流れてしまって、カラミが怪我をするということはまずないはずなんだ。ところが、三島さんの盾に迫力があって、切り込みの切っ先が鋭かったし、三島さんの剣道の腕は何段だったか知らないが、 竹見つながら絡みに怪我をさせたというのは非常に実践的な立ち裁きだったと思っている。撮影が終わってからそのことを話題にしたらニヤニヤして得意善と俺の憲法は殺人権であると言っていた。五者英雄、内外タイムス記事この立ち回り場面で人が切られて血しぶきを上げるリアルな盾には血のりがふんだんに使用された。太平洋戦争前の時代劇では 血のりは顔に塗りつける程度しか使用されず、戦後の東映時代劇での中村金之助と東千代之助の立ち回りでも血しぶきはなかった。戦後は GHQ による日本の封建主義復活を封じ込める政策により、血のりが使用される歌舞伎や映画の上演、上映は禁止されていた。これは太平洋戦争中にあまりに大量の日本人の本物の血を見せられすぎた。 アメリカ人の危機感情も一因にあったとされる。そしてその禁忌も解かれ、最初に地吹雪のシーンが映画の中に取り入れられたのが黒沢明の椿三十郎であった。GHQ により抑圧されていたチャンバラでの地のりのエンターテイメントが炸裂し、テレビなどでも地吹雪が多くなった。三島も切腹劇や殺人シーンの大量の地に日本文化の精髄を見出していた。 なんと、いつでも五社監督の本業は立ち回りで、立ち回りのシーンの撮影になると、もう監督の目の色が違ふ。現場全体の空気が躍動してきて、スタッフの目も血走り、役者は元より張り切って、無情の興奮から全員子供に帰り、血みどろの運動会が始まる工程のようになってしまう。私も大喜びで十数人を切りまくったが、 大影響と撮影所が一年間で使い、不分量の血の量、その日ついたちで使い捨てしまってたそうだ。フィクションとは言いながら、殺意がそこにいる人すべてを有頂天にするというのは、思えばおかしな人間的真実である。三島幸夫、人切り、田中慎兵衛に噴してこの殺人の撮影を取材したスポーツ新聞の記者は、いや、スタイルもスタイルだが、三島氏の気迫が、 またすごい。さっと振り向いた時の、キラッと光る目玉、相手にのしかかるような肉体、素早い動作、どうしてアマチュアタレントとはとても見えないとレポートした。撮影を見学していた洋子夫人は、こんなに残酷なシーン子供たちに見せるの、ちょっと考えちゃいますね。でも、三島の目の輝き、刀を持った時の身のこなし、初めて見たものですからその激しさに圧倒されて、 しまいましたとコメントし、五車監督もあの大きな目の凄まじい輝きを見ましたか、あれはまさに人を切る時の目ですよと驚いていた。一緒に立ち回りシーンを演じた、勝新太郎は、三島の盾について、日頃の体力づくりで得たエネルギーを、この仕事で、ブワーッと発散させている感じだ。だから真剣味があって、すごくおっかなく見えるよ。本職は、小説家のくせに、 腕の太さはものすごいし、演技の感は、苦労と涙なと絶賛した。三島本人は、殺人のプロ集団の中に、自分のような素人が入って失敗したら恥ずかしいので、真剣になって演じたとして、本番一回で OK を出し、監督に褒められたいという変な見えもあるんだねと取材に、答えた。この日の3等の迫力ある演技の撮影写真は、 週刊現代7月3日号のグラビア4ページで紹介された。いよいよ待望の石部塾の大立周りの撮影に入ると、その丸2日間は大げさに言うと夢のように過ぎた。それほど面白かったのである。東京へ帰ってからも小説の仕事が大いに直伝。サンサーンスは作曲家としてよりもバラ作りとして有名だつたそうだが、私も小説家としてより、 人切りとして有名になりたいものだと思っている。三島幸雄、人切り出演のき、人切りのもう一つの目玉となる、田中新兵衛の切腹シーンの撮影は6月30日に行われた。新兵衛が姉が工事工事殺しの権威をかけられ、京都町奉行で切腹する場面を演じる三島幸夫は、映画撮影前、自分の出番の撮影スケジュールの最終日にしてほしいと御監督に、 依頼していた。そして、三島は、私は、素人ですから言われる通りにしますので何でも言いつけて、ください。ただ切腹の場面だけは私に任せてくれませんかと言っていた。五社監督は、三島が自主制作映画、夕刻で非常にリアルな切腹をとっていたので、このシーンの演技は、すべて三島に一任することにした。そして撮影日となり、リハーサル前に、三島が、 ボディビルで鍛えた腹筋を動かすのを見たスタッフが、三島さん、もう一遍やって、と声をかけると、三島は、喜んで何度も動かして見せていたという。そんなリラックスした雰囲気の中で3頭は、切腹場面に臨み、フィルムを回す前のリハーサルの時から何度も本気で、熱演して、体を真っ赤にしていた。五社監督が、リハーサルだからそんなに今から力を入れなくていい。 気を抜いてくれと言っても、三島は役に入り込んでいて通じなかった。五社は一種の危機を感じ、ジュラルミンの刀を竹光に変えたが、三島はその竹光で腹に応戦がつくほど押し付け、向きになってやらなければできないんだと言った。そして、最後のリハーサルでは、自分の腹まで竹光で少し切って血を出してしまった。私は驚いて、三島さん、竹光で、怪我されちゃ困る。 これは映画なんだから、迫力で体で出してもらって腹を刺すのは、芝居でやってくださいよ。盗むところは、自分で力を盗んで、というと、わかった、わかった、こんな傷なんでもないよ。こんなやりとりで本番に入った。本番ではあらかじめ腹に、管が通してあって、竹光で刺すと血の折りが出る仕掛けになっている。ところが、三島さんは思い切りやった。体中を真っ赤にして、 ぐっと竹光を腹に回した。みるみる腹の皮が破れていく。見ている我々は立然というか、引き迫る迫力にシーンとなってしまった。五者英雄、演出家の目切腹場面を取り終えた五者監督が救急箱を持って三島さん、この迫力はどんな役者がやってもできないと三島の腹を治療しながら言った時、三島はまだ興奮冷めやらぬ面持ちであった。 そして、三島は落ち着くと、やあ、映画ってものはいいね。俺はこんなにいい、面白い、楽しい仕事をしたのは初めてだよ。いくら腹を切っても死なねえもんな。すぐ生き返る。映画はいいなあ、と、いつもの豪傑笑いをしたという。主役の勝新太郎と淳主役の中大達也、三島由紀雄、石原慎太郎の4名が全員、大影響と撮影所に出揃った6月初旬に、 宣伝用の写真撮影が行われたが、その際に、炎上などのカメラマンを務めた、宮川和夫が3頭を応援するために突然、やってきた。名カメラマンとして一目置かれている、宮川和夫が見学に来たことで、現場のスタッフの雰囲気が引き締まったという。宮川は、三島の名キャップのチェックなどをした。スチール写真には、向かって右から中台達也、勝慎太郎、石原裕次郎、 三島由紀夫が撮影所の玄関前で居並び、侍として前を行視しているものや、その直前に撮影所から出てきたばかりで、右から、勝ち、中台、三島、石原が笑顔で談笑しながら並んで歩いているものも、ある。勝ち、雄次郎、三島が、それぞれ単独で刀を構えている、ポスター写真も撮影された。また、 映画本編の撮影現場でのスナップ的な写真もある。参考文献となった原作小説、人切り、遺像の作者の芝良太郎は、竹市半平太役の中台達也の顔について、中台達也氏が竹市半平太になっている。スチールを眺めていると、中台氏の顔はスパニッシュなところが竹市に似ていると、コメントしている。映画宣伝用ではないが、三島が個人的に、 アルバムとしてまとめて五社監督に送って五社の死後にその遺族が保管していた写真もあり2017年10月12日の京都国際映画祭で初公開される運びとなった写真は撮影現場で侍姿の三頭が勝新太郎や石原雄二郎と休憩中に談笑しているものなどである時は幕末文久2年の土佐の谷里里,里に 剣術の才覚がありながらも、藩内の厳しい身分制という壁に阻まれる自身を望めず、その日暮らしに甘んじていた青年、岡大蔵がいた。彼は背に腹は変えられぬ思いで、ついに家の隅で誇りを被る、先祖伝来の鎧兜を骨董屋に売り払うも相手にされず悲嘆に暮れていた。そんな時、土佐随一の政治力を握っていた土佐勤皇党の竹市半平太は、 と左藩失聖、吉田東洋をクーデターによって追い落とし自ら取って変わることを計画する。死の竹市に呼び出された遺蔵は、東洋暗殺の様子をじっくり視察せよと命じられた。その夜が、まだ人を切ったことのない遺蔵を変えた。人を切るとは、こうすることなのか。俺ならもっとうまく切ってやる、と伊蔵は、次第に人切りとしての本能を呼び覚ましてゆき。 東洋暗殺現場で耳にした、天中、という言葉を心の中で何度も繰り返した。その年の夏、竹市率いる土佐金納党は京都に上落した。随山と交した竹市は数年後に金納一派の中心人物となり、とで映画の限りを尽くしていた。遺蔵もまた竹市の下で多くの暴薬、破壊工作の実行役として加担し、 もはや昔のくすぶっていた、伊蔵ではなく、名うての、人切り伊蔵として鳴らしていた。そして、土佐金納刀はこの自分で持っているようなものだ。とまで、得意の絶頂を誇示する伊蔵の前に、竹市とは異なる道を選んだ男、坂本龍馬が現れる。伊蔵と龍馬は、子供の頃からの知り合いであった。本間聖一郎、井上聖一郎らを新たに葬った。 遺蔵だが、坂本龍馬は遺蔵に人切りをやめるよう忠告した。当初は、聞き入れるつもりもなかった、遺蔵だったが、身分の上下もなく誰も気にすることのない時代を、切り開く、との龍馬の言葉に次第に共鳴を覚えてゆく。それは、かつて竹市に随行した際に登留した、上位派の求心的苦行、姉が工事工知帝を訪れた時に出会った、 美しい綾姫の存在を忘れることができずに、いたからであった。綾姫は、姉が孔子京の妹で、伊蔵は、惚れた思いを告げるどころか、伊蔵の野蛮な容姿に恐怖を覚えた姫から、獣と下げすまれた。だが、思いは一層強くなり、いずれ自分が、竹市のもとで、立身出世するか、龍馬が言う新しい時代になったとき、綾姫を、自分のものにできるかもしれない。 と遺蔵は、ささやかな希望を宿していた。そんな折、遺蔵の人切りが目立ち、天皇から自重するように、お達しがあったため、竹一は次の大天宙から遺蔵を外すことを決め、遺蔵にしばらく骨休めの期間を設けていた。遺蔵は、勤皇派が以前から内密に計画していた、大天宙、大見国石部塾での襲撃の先見隊から自分が、外されたことを知るやが夢中で駆け出し、 辛くも襲撃隊に合流して薩摩侍、田中新兵衛と共に目覚ましい働きを見せるも、その際に反米と自身の生命をこわだかに叫んだ、失態を竹市から厳しく叱責された。さらに伊蔵は、龍馬から竹市のためにもなると依頼されかつ回収の護衛を務めたことも、竹市の激倫に触れ、土佐に帰るとメンバーされた。伊蔵は竹市からの離反を試みるが、 竹市を気遣い、その政治力を恐れた諸般だから伊蔵は雇い入れを拒まれた。焼け酒を飲んで荒れる伊蔵を田中新兵衛は慰めた。伊蔵の丈夫となっている女郎、おみのは竹市に謝罪することを勧め、伊蔵はやむなく竹市の元に戻り、人斬りの運命から逃れることができなくなっていった。竹市は田中新兵衛の刀を伊蔵に持たせて、意見の相違が生じていた。 姉が孔子京の暗殺を密命した。遺蔵は驚いたが命令を何とか実行した。姉が孔子殺しの権威をかけられ京都庁奉行に捕らえられた新兵衛は犯行を否定したが証拠として自分の刀を見せられると申し開きもせず突然その刀で自ら切腹した。遺蔵は姉が孔子京までも切り、友の新兵衛まで裏切る形となった直後から、 酒に溺れるようになり、名声は凋落した。老人狩りの網にかかった遺蔵は、六角牢に投獄され、土佐の岡田遺蔵だと名乗るもの,の、の知らせを受け面会に来た竹市から、岡田遺蔵ではないと見知らぬ者を扱いされ、見捨てられたため、そのまま、無宿舎の虎像と名付けられて、牢で、厳しい拷問にかけられた。そんな遺蔵に手を差し伸べたのは、坂本龍馬であった。 よーく伊蔵は8ヶ月後に赦免された後、龍馬の門人として、新しい時代を築くために、残りの人生を尽くそう、と思い始めた。慶応元年、伊蔵は、龍馬と九州に行くために、待ち合わせ場所の土佐にいた。一方、反動政策により、吉田東洋暗殺の権威で、竹市も土佐で拘束され、藩は東洋暗殺の下手人を探していた。 土佐金納党の一人は、伊蔵が捕らえられるとまずいと考え、土佐から離れるように促した。しかし竹一は非常にも、伊蔵を消し去ろうと図り、かつて伊蔵が目をかけた、弟分、皆川一郎に毒殺薬を命じた。春祭りの酒を持ってきた皆川を疑いつつも、毒味で二杯飲んだ皆川が平気なため、伊蔵も、その酒を飲むが数分後毒が回り始め、皆川が死んで、 伊蔵は辛くも助かった。伊蔵はこのことで、金納刀の幕を下ろそうと決意し、自らの行ってきた暴略の一切りと、竹市はじめ派が行った計画のすべてを告白するため高知城の番所に出向いた。伊蔵は竹市を売る金の三十両を借金で遊郭家業に縛られている貧しいおみのに先渡しすることと引き換えに、洗いざらい話した。 5月の土佐の春祭りの日、龍馬は伊蔵を迎えにやってくる。だが、その時伊蔵は、張り付け台にいた。竹市が政治犯として、切腹を命じられ、自分は、一回のならず者の人切りとして処刑されることを聞いた。伊蔵は、竹市から自由になったと言い,い、祭り林を遠くに聞きながら、張り付けの刑に処されて壮絶な最後を閉じた。出典は、出典は、 人斬りは1985年11月には小畜の配給で再上映された。平英は五者英雄監督の三匹の侍。ジャックは、ジ、ダイ、は、チャンバラ、切る。切る切る問答無用でぶった切る。切らねばならぬ奴がいる。イキンがために人を切る、今や不可能なキャスティングの妙。ひたすら過激に、ひたすら美的に、 動乱の幕末を駆け抜けた若き男たちの熱気伝説である。最上映の際にイメージソングとしてセラ・マサノリの楽曲バラードが聞こえるがついた。バラードが聞こえるはセラのアルバムファインユーに収録されている。セラは人切りにはロックスピリットや若者の息遣いの素晴らしさがあるとし、見終わって外に出たときに 体のどこかに力が湧いてくるのが嬉しかったと映画の感想を述べている。しかし、最上映の配給収入は1億5000万円に届かなかった。人切りは幕末の動乱期を舞台に過激な生涯を送った人物たちを扱ってはいるが、岡大蔵と竹市半平太の人間関係は現代にも通じる男の野望の絡み合いとしても見ることができ、また、 波乱に富んだストーリー展開とダイナミックな盾の演出も時代劇の醍醐味を感じさせ豪華な娯楽大作映画となっている。工業的にも大ヒットとなり、1969年度の工業ベスト展の第4位に入った。キネマ巡法ベスト展でも県外ではあったが、第14位となった。総得点数は49点で6点をつけた。 高沢栄一の票が最高点となり、5点は、草壁九四郎、津村秀夫、戸田鷹夫がつけている。五用金に続く、人切りのヒットにより五社英雄は映画界のヒットメーカーとなった、小崎秀樹は、人切りがヒットした理由について、映画がともすれば忘れがちな大衆の持つ面白さの願望を、素直大胆に提示し、それに、人間的な味わいを添えたところに、 成功の原因があったと解説し、70年安保を目前に迎えた時代との関連にも触れつつ公表している。人きりは私に久しぶりで映画の面白さを教えてくれた。それは70年安保を前にした大衆の日常的な閉鎖的意識に一つの窓を開く作品だ。しかし、人きりがどのような状況を切る件であるかは、むしろこれからの状況によって答えられるべきだろう。 尾崎秀樹、人切りの剣、いかなる状況を断ち切るのか、主役の勝慎太郎の映画スターとしての魅力も好評で、人懐っこく明るい性格のキャラクターが加味された、岡大造像,像となった。人切りという残酷で非常な行為の人物ながらも、なぜか勝ちが演じると、その単純で無知な振る舞いが逆に人間的な、温かみさえ感じさせるものと、品田祐吉は評価している。 新人女優で2年前に、順調二重奏で、映画デビューした、倍賞三子も、女郎役を体当たりで講演し、京都市民映画祭の新人賞を受賞するなど、高評価され、女優として注目されるようになった。マサル以外の男友人の中では、独特の強烈な存在感を示した、三島幸夫が予想を上回る講演で注目され、論評でも、 三島の出演映画という観点から言及するものが多い。かつて主演した映画カラッカゼ野郎では素人演技を酷評された三島だったが見違えるほどの凄みを見せる演技力であった。五社監督も三島の起用により田中新兵役が光ったことを振り返っている。実際は三島さんによってこの映画は実に面白くなった。田中新兵の性格。 テロリストのムードは三島さん以外には出せなかったろう。演技をしていても殺気があったし、場面によっては勝慎太郎を抑えていた。三島さんはテレアで運動神経はない。ところが神経の運動神経というか、気持ちの反応、感情のつかみ方、相手の感情に切り込む能力、これらは天才的だと思う。例えば田中慎兵衛が岡大蔵に対して、 どちらへというセリフの時、その感情はこうなんだと私が話すと、それについて実に的確に反応を示してくれた。五者英雄、演出家の目、斎藤正春は人斬りのテーマについて三等の文化防衛論を読めばこと足りるとし、その美学や思想と重ねて、論理でも表現でも粗暴なもの、荒っぽいものには独断のカタルシスが付きものとして、それは 情緒的に言えば痛快感であり、政治でデオーロギーに即して言えば、右翼的な共振に満ちた明快さを帯びると解説している。有能なテロリストとして出演している、三島幸夫の盾の会が古典的、情緒的天皇制の回復を目指す私服集団であることは彼の著書で明らかだ。彼らに元佐勤労党の天中思想のように結社の交流がある。 時代を100年も隔てた両者を比較する気はないが、大義名分を、ためにという役割に求めているところは、共通する。それはともあれ大義名分には、批判が入り込めない。斉藤正春、日本映画批評、松村康三はかつて、空っ風野郎で三頭をしごいたことがあったが、一切りでの三頭の切腹演技の表現力の高さに、触れて、 姉が工事高事暗殺の疑いを受けた新兵衛は自分の主家の迷惑を思い一言も弁解せず切腹してしまう。ここにも誠実な人間の行動の美があり、それを三島さんは進んで表現しようとしたのではないかと公表している。一きりは翌年1970年に三島が自死したことでより一層三島と一体化したものとして語られることになったが三島が それまで過去に出演した映画、空っ風野郎、遊国と共に見た場合、すべて最後は死んでしまう人物であり、それがだんだんとリアリティや殺気を持った公演に発展していくことも指摘されている。小木正宏は、人切りでの3等が、周囲の役者たちを圧する殺気のリアリティで、維新前夜のテロリストを公演したと公表しつつ、三島の行動美学と重ねて、三島が、 映画演技というスポーツに快楽を見出したのは言うまでもなく行動日のために違いなかったが、その中で繰り返し死の行為だけが予習されている事実はもっと深く注目されていいと論評している。品田祐基地は映画公開から16年後、三島の死から15年後の1985年に再上映された人切りを改めて見た感想として、 かつ慎太郎の魅力と三島の迫力ある演技を公表しつつ、三島幸夫の演ずる田中新兵衛ではなく、田中新兵衛を演じている三島幸雄その人が見逃せないのであるとしている。今度改めてこの人切りを見ると、滑覆シーンだけではなく、三島幸夫の登場するすべてのシーンが、この映画の一年後に起こった一概屋での自決と、無縁ではない一種の緊張をはらんでいるように、 見えてしまう。最初に見た時は迂かつにも察知できなかったのだが、この映画の三島幸夫には、明らかに死を決意したものだけが秘めている本物の、殺気が張り詰めているように感じられるのだ。三島幸夫は、この映画で田中新兵衛を演じたのではなく、三島幸夫自身のあるべき姿を演じていたのでは、なかったろうか。そして、それがやがて市ヶ谷へと繋がっていったのではないだろうか。 篠田祐吉、地、勝新の魅力と三島幸夫の迫力、山内幸人は三島の出演により、一切りの主題が三島の思想と美学に重なってしまったのは必然的な結果といっていいとして、三島が予想以上の印象的な講演をしたことで、監督らの思惑以上の宣伝効果を上げ、ほとんど三島の映画とも言える様相になった意味などを、一下のように評価、考察している。 三島は俳優として出演しているにもかかわらず、一切は作家としての三島という存在を無視して語ることはできないのである。それはこの映画が背負った運命だった。その運命はさらに三島の死によって増幅されていく。もはや宿命としか言いようのない三島と一体化した映画として語られるのである。三島は作品世界の現実から実生活の現実へと入り、 その思想なり美学なりを現実化するタイプの作家である。つまり、現実の人生そのものが文学的虚構の投影なのである。そうした小説家が今度は映画という虚構の中で感情移入できる人物を演じることになれば、もはやそれは、品田の言うように三島幸男自身のあるべき姿を表現することになるのである。その意味で言えば、人切りには、 三島の死と行動の謎を解く一つの鍵が隠されているのである。山内幸人三島由紀を左手に映画撮影が行われた大影響と撮影所と東京でのライオンのテーラスや鎮読弓張り好きの稽古や打ち合わせ、縦の会の活動とで往復に忙しかった三島由紀夫だが、ある時大阪行きの飛行機内で3等と乗り合わせた。 中大達也が作家なのにどうしてボディビルをしているんですかと尋ねると、三島は僕は死ぬ時に切腹するんだ。切腹してさ、脂身が出ると嫌だろうと答えたので、中大は冗談の一つだと思って聞いていたという。日々の撮影が終わると共演者同士で擬音などに飲みに行ったが、山本慶はその時の三島の様子について、三島さんはほとんどお酒を飲まないんですが、 話をしているとき、まばきをしないんですよ。それで、目の前で、僕が話を聞いているとね、だんだんこっちの目も釣られちゃうと語っている。ちなみに、山本憤する皆川が遺蔵のいる小屋を訪ねて、自分も独書で死んでしまう場面は、和歌山県の先端の湖畔に掘った手小屋が建てられ、撮影された。死体となった山本の喉仏がどうしても動くため、 その場面はフィルムを半分に切って、山本の方の画が,が固定されているという。映画撮影のクランクアップ後、五社英雄監督は、三島から切腹場面と立ち回りシーンのスチール写真を100枚ほど欲しいと言われていたため、京都撮影所を立つ際に、三島に手渡した。そして帰りの新幹線に五社と三島と勝と中台が一緒に乗り、三島以外の三人は、 名古屋で遊ぶために途中下車していった。三人がホームに出た後、再び三島に挨拶しようと三島の座席の窓に行くと、一人になった三島が、鞄からスチール写真をこっそり取り出して、何とも言えない顔でにっこりして見ていたという。やがて三人の視線に気づいた三島は、一瞬こそばゆいような恥じらいを見せ、少年のように笑って頭に手をやった。東京に帰った後、 五社にあった三島は、いや、新幹線の中であれを見られたのは、君ね、自分のナルシシズムの原点みたいなものを、全く目の前で見られたような感じで、あんな恥ずかしい思いをしたことはないよと笑っていたという。三島幸夫が田中新兵衛に起用されたきっかけは、勝ちプロ社長でもある、勝新太郎の依頼であったが、三島が承諾したことを、 大英企画部長の藤井弘明から聞いた勝は非常に喜び、すぐに会いたいと三島との面談を希望した。三島のマネージャー代わりの藤井が三島と一緒に大英京都撮影所に向かい京都駅に到着すると勝は二人を待ち受けていて自分の車でとホテルまで送ってくれた。そして勝は明朝に撮影所で会う時間を告げてその時に三島にカセットテープを渡した。 そのテープには、三島が言うセリフと、価値の言うセリフの掛け合いの両方が吹き込まれてあった。さらにそのテープには、ここは、こう言った方がいい、というようなアドバイスも各所に入っていて、素人の三等が困らないようにしてあった。三島がしばしば、価値に随分世話になった、面倒を見てもらったと書いているのは、 こうした背景があったからであった。勝と三島が直接絡む場面は、田中新兵衛が飲みや、お滝に初登場するシーンのほか、酒に溺れる伊蔵新兵衛が慰めるシーンもあるが、三島は思わず、伊蔵ではなく勝チを慰めるかのような気分になり、演技中にもらい泣きしそうになったという。三島の撮影初日の価値の細かい気遣いにより、俳優演技に自信がついたことを、三島は、 得意の改逆で語り、初めて役になりきる心境と喜びを味わった楽しさをかとの共演で得られたとしている。朝からマサルさんと絡む場面を演じているんだが、マサルさんほどいいお師匠さんはありませんね。実に親切に教えてくれる。これまでの僕は俳優としてどんな素材なのか検討がつかなかった。自分自身が分からなければ、どの面を活かせばいいのかもわからない。 ところが、マサルさんは半日で、僕が俳優として素晴らしい資質を持っていることを知らせてくれた。三島由紀夫、三島由紀夫映画を語る、人切り撮影中を訪ねて、三島はこれまで、空風野郎、遊国、人切りと三本、映画俳優として出演したが、人切りで、初めて、爽快な後味や、映画の面白さを実感として味わったが、それは映画について教えてくれた。 良い先生の価値の親切のおかげだとしている。三島を懇節丁寧に指導する価値の姿を見ていた山本圭も撮影現場が分け合い合いとなったのは価値がいたからでもあるとし、マサルさんが何も考えていないようで実はものすごい細かい人ですと語っている。三島の切腹場面の撮影中にも三島が外に出た際に三島さん以外いいをやってよ、と 明るく勝ちが声をかけてきて、三島が本気で居合の方を披露すると、そのうまさに勝ちは感心しつつも、でも、あんまり強そうじゃないな、手を切らなきゃいいけどなとからかい気味に言って、三島をリラックスさせていたという。なお、勝ちは、一切撮影中に、雑誌、平凡パンチの三島特集において、編集担当者から、三島の悪口をぜひ言ってほしいと電話でコメントを求められ、僕は、 あの人と今映画でご一緒してるんだけど、あの人はなんて言うのかなそう、趣味人というイメージだね。ないものねだりをする人、そしてその結果それを獲得していく人、今までの三島さんの人生ってのは、それだったんじゃないの、と答えている。五者英雄は戦時中に特攻隊に志願して、第13期として、良かれにいた。しかし入隊して、すぐに、 日本農園の初期症状を起こしたために、正式入隊が4ヶ月遅れ、実戦には参加できずに、本土決戦用の水上特攻隊として演習していた。よかれん、第13期の同期生たちの多くは、台湾や沖縄での戦闘で特攻隊として死んでいった。五社は、福知山で飛行場を作る工事に携わっている、最中に敗戦を迎えた。特攻隊の生き残りであった五社は、 その戦争体験を、一切りの撮影の合間に、三島幸男に話した。戦時中の入泳検査で即日帰郷となった経験を、持つ三島はそれを聞いた後、実際に自分の命を投げ出して何かをやれる人間はそうはいないが、現実にそうした若者の犠牲があってその上に、今日の日本の存在していることを思う時に我々は、じくじたるものがあるといい。 我々はもう一度それらを掘り起こす必要があるのではないかと語っていたという。また、五社監督は、三島から子供がいるのか尋ねられ、いる、マイホーム主義ではなく、いい親父でもないと思うが、可愛くてたまらんと答えると、三島は五社の顔を見据えながら、子供には、子供の人生がある。子供可愛さに、自分の生き方やイデオロギーを曲げたり、子供によって、 自分の人生を左右されたり、影響されるようじゃ大演出家になれん。割り切る強さが必要なのだと語っていたという。五社監督は、映画公開から16年後、三島没後15年目の1985年の、一切り再上映に際し、私よりも、なお超えたところで、この再公開を喜んでくれるのは、紛れもなく小三島幸夫さんなのですと述べ、三島さん。 よかったねと最後に締めくくっている。その一年後、あの痛ましい事件は果たして偶然の一致だったのか。未だに私には謎としか言えないのです。しかし、この16年という歳月の流れが、あれもこれも、三島さんの深い思いのメッセージを包み込むにふさわしい、貴重なまであったかもしれません。三島さんはこの、一切り出演を心底、惚れ込んでおられた。 そして深く深くこの作品を愛してくださった。ここに、再びこの、人切りが世に問う機会を得たことで、私の16年に及んだ三島さんに対する、思いが無事果たせることができた。三島さん、よかったね。五者英雄、人切りについて、田中新兵役を演じた、三島幸男の高祖父は徳川幕府の最後の幕臣の一人、長井久志で、大政奉還や、 母親戦争などの重要な局面で活躍した人物である。一橋義信を推す一橋派を支持したため、安政の大国で免職、隠居のみとなっていた長井久氏は、井伊直介の王子により、文久2年に京都町奉行に復職したが、その時に姉が工事工地暗殺の尋問していた田中新兵衛に切腹されてしまい、不注意の都で平門を命ぜられたこともあった。 三島が、人切り撮影中、親しい知人の林ふさに当てた書簡の中にも、その件のことが触れられている。ただいま京都で、勝新太郎という二郎と、中台達也と四人共演の、人切りという映画に、田中新兵衛の役で出ておりますが、この役の交渉を受けてから面白くなって、この時代のものを、だいぶ読みました。読めば読むほど、現代との類似が目につき、こっちも、多少、 死式取りになってきます。明後日は大殺人の撮影です。新兵衛が腹を切ったおかげで、不注意の戸がで平門を命ぜられた、長い、門戸生の総後が百年後、その新兵衛をやるのですから、先祖は墓の下で目を白黒させていることでせう。三島幸を、林房さお宛の所管1960年7月1日に行われた、 長井少子70年期の大法要にも出席し、高祖父を尊敬していた三島だが、一切りの出演が決まる前年の1968年1月にも100年目の黒船と言われた原子力空母エンタープライズの佐世保機構反対でもの話題に触れつつ高祖父と自信を重ね、日本はいつもアメリカの船のために国中大騒ぎし、殺し、合否。 政治変革をやる国民のようです。今度は私も、曽祖,祖父、長井原番党と同じ反革命の立場ですが、曽祖,祖父のように無事に隠居はできますまいと、ドナルド・キーンに語っていた。また、三島の祖母、夏の母親の松平高は、獅子戸藩主、松平来の娘で、松平頼則の妹であった。夏の叔父にあたる九代藩主、松平頼則は、 ミト天狗島に同情した罪により、幕府から切腹を命じられて、記号の死を遂げている。このミト藩の思想、ミト学という尊能論、上位論は、幕末の尊能上位の志士たちの中心的思想となっていたが、三島は、祖母から、お前は、ミトの血が流れているから、人はすぐ皮肉屋だとか偏屈だとか言われるだろうが、気にしない方がいいよ。 これは申し込めで仕方ないと言われ、見徳子この自覚を持っていた。人切りの映画を撮影していた頃、世間では安保反対の全学連や全共闘が維新の指示に例えられることがあり、三島は全共闘と安保闘争をめぐって敵対しつつも、ある種の共感性も持っていたが、そんな腕ない彼らとは共闘できないことを強く宣言していた。それは開国派であれ、 上位派であれ、幕末では、尊王、勤王が基本にあり、天皇制の破壊を起とする左翼の思想とは相入れない、ものであると、三島は認識していたからであった。また、盾の会を率いていた三島は、映画出演の約半年前の年頭に、桜田門外の変について触れつつ、井い,い直介の首を取り自分も、重傷を負って自陣したリムラジ左衛門のような、 国家変革の情熱に燃えた日本人らしい維新の若者とタオルの覆面姿で大和言葉ではない汚い言葉を発し、新州清潔の民の日本人がとてもいられないようなゴミだらけの吹きつはあまりなく、あたかも外国人を住まわせるための地域のような解放区を目指す全学連が全く違うことに言及し、自身も維新の若者のような気概と志を見習いたい。 心持ちや希望を抱いていた。維新の若者といえば、もちろん中にはクズもいたろうが、純潔無比、己の信ずる行動には命をかけ、国家変革の情熱に燃えた、日本人らしい、日本人というイメージが浮かぶ。彼らはまず、日本人であった。そこへ行くと、国家変革の情熱には燃えているかもしれないが、全学連の諸君は、松田区 日本人らしく思われない。しかし私は今年こそ立派な爽やかな日本人らしい維新の若者が陸族と姿を原発年になるだろうと信じている。日本はこのままではいけないことは明らかで戦後23年の赤がたまりにたまって経済的繁栄の影に精神的ご見た目が累積してしまった。我々、壮年も若者にごして何者をも恐れず、 ふ一歩、新しい日本の建設へ踏み出すべき年が来たのである。三島由紀夫、維新の若者三島は幕末を舞台にした映画に出た、ことの喜びを、僕は、現代劇より、こんな格好をして、チャンバラをやる方が好きなんだとし、なぜなら幕末の世相と似通っている現代は、思想は腕力だと信じるからですとも述べている。人切りは五者英雄の代表作ながらも、 日本では DVD で発売されていない。VHS とレーザーディスクは発売されたが絶版となっており、c s 放送で放映されるのみである。なお、フランスでは DVD 発売されている。映画同時公開劇画シリーズ第3弾として、平田博史により、週刊少年キングで1969年8月号から9月号に連載された。第一弾は、座頭市会を渡る。 第2弾は、ご用金で、単行本収録は以下である。なお、三島幸夫は、平田博之のがお好んでいた。ありがとうございます。